ITO 白膜によりコーディングされた旅客機の窓。窓の一部分だけではなく、全域を熱することにより、霜取りし、良好な視界を確保することができる。酸化インジウム鈴は酸化インジウムと酸化鈴の向き混合物である。粉末は黄色灰色であるが、下肢光領域の透過率が高いため、白膜ではほぼ無色透明であり、主に透明電極として用いられる。 透明導電膜 ITO の特徴は電気伝導性と透明性である。乗着性膜することで電化密度が向上し導電性も向上する傾向にあるが、その一方で透明性が低下してしまう。ITO の薄膜は主に電子ビーム乗着法、物理基礎成長法、スパッタ乗着法などを用いて製造されている。実用上、重量比球。 一程度で用いられることが多い。液晶ディスプレイや、薄型テレビ、プラズマディスプレイや、タッチパネル、電子インク、有機 e l 太陽電池、帯電防止剤、電磁波、シールド材料などで幅広く応用されている。また、光学コーティング剤としても用いられることがある。特筆すべきは、赤外線反射剤としての利用であり、建築物や、自動車、 ナトリウムランプのガラスなどに応用されることがある。この他にもガスセンサーや反射防止膜、表面処理剤や半導体レーザーへ応用されている。インジウムは効果であり安定供給に限界がある。また脆弱であり曲げ体制もなく、白膜作成には真空過程を必要とするためコストがかさむことから、代替物質の研究が進んでいる。代替物質として銀ナノアイヤー、ガリウム、 アルミニウムドープ酸カーウムやカーボンナノチューブが挙げられており、キャンブリオス、コナトゥーやイコス、アナイディム社などで研究が行われている。またポリチオ変フェン系のピドット、ポリアニリンといった導電性光分子も資源的豊富さや曲げやすさから研究されており、銀行 ATM などの導電性よりタ曲げ疲労が求められる用途では実用化している。一般的に導電性光分子は、 無機動電材料と比較して導電性が劣るものの高い曲げ体制を有しており、かつ安価で製造プロセスが環境にも優しいとされている。ありがとうございます。